この子はどう見ても4、5歳かそうこら。6つ。スパイ、ミッション、ワクワク。少女は超能力者だった。俺のことはお父様と呼ぶように。父。よし。あら、かわいいお嬢さんね。こんにちは。今日越してきたフォージャーです。ずっと前から父の子供のアーニャです。いらんこと言うな。冒険アニメ、スパイウォーズ。アーニャ、これ好き。アーニャ、音の出ないピストル欲しい。はいはい、売ってたらな。何してる？警戒。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャ、ピーナッツが好き。人参は嫌い。うん？うん。カリカリベーコン好き。うん。ベーカリーはカリカリベーコンって意味じゃないぞ。ピーナッツ買ってやるから泣きやめ。ピーナッツ。アーニャ勉強しなくてもテストできるもん。他の人のここ心聞けば。父すごい見つけてくる。楽しい。つまんない。スパイ思ってたのと違う。アーニャ爆弾取り返したいのに。爆弾爆弾。おお、秘密通信。アーニャ。父。父。お前なんで、あ、いや、勝手に家出て何してんだ。いや、俺は偶然そこまで買い物に来たんだが、潰れちゃったみたいだな。父すごい嘘つき。アーニャおじさんたちと鬼ごっこしてた。そうか、楽しかったか。ちょっと怖かった。父ものすごい嘘つき。でもかっこいい嘘つき。アーニャお城に住みたい。売りに出てたら。母存在しない。ダメだな。何？アーニャこの母やだ。子連れ人気ない？アーニャ邪魔な子供？邪魔じゃないよ。心配せずにテレビでも見てろ。うい。アーニャ売り飛ばされる。いい子にしてたら売らない。いけません。こんな考えではいずれ誰かに殺し屋だと見抜かれてしまいます。もっと普通の人にならなくては。殺し屋。スパイ殺し屋。アーニャワクワク。少女は娯楽に飢えていた。あー、アーニャ母いなくて寂しい。どうした？急に。母の存在恋しい。妻の意志でもあるのです。父嘘つき。おとなしくしてろよ。ピーナッツ買い込んどけ。わかったわかった。毎度ケロケロ。アーニャんちへいらっしゃいませ。よろしくお願いします。アーニャさん、ここアーニャの部屋。いらっしゃいませ。お邪魔します。まあかわいいお部屋。キメラさんを紹介する。私がキメラだ。よろしくお願いするます。はい、大丈夫です。アーニャも掃除手伝った。そうなんですか、ありがとうございます。えらい、えらい。こ、あ、あ。お前はバケツをひっくり返しただけだろ。お上手です。それほどでも。アーニャもクッキー手伝った。そうなんですね。お前は粉まみれになって邪魔した後はピーナッツつまみ食いしてただけだろ。はあ。アーニャさん、休日はいつもどんなこと？父に留守番を命じられるので一人寂しくテレビを見てます。待て待て、印象悪い。ふとした時にボロが出んようにすれば。一流の音楽の月は一流のアートに触れて以下略。大声出すなって言ったろ。父スパイ、パシュパシュ、母殺し屋、ザクザクザシュ。くじけかけている。どんな父？何が？人がゴミのようだ。どこで覚えた？アニメ。うん。父！うわ、どうした？ケーキ食べたい！何？さっきレストラン出たばかり。ここは最高。言葉遣いの最終チェック、
大丈夫マス。頑張ります。ハゲチャビ。アーニャ鼻くそほじりたい。絶対ダメ。チッチ、母、困ってる人がいるマス。助けます。大丈夫マス。怖くない。100点満点です。父も母も面白くて大好きです。ずっと一緒がいいです。しかし正直、合格は絶望的だな。ガーン！アーニャ、うんこ踏んだ。ごめんなさい。アーニャがうんこ踏んだから。アーニャ合格、アーニャ合格、アーニャ合格。よく頑張ったな、アーニャ。やったー。お城で助けられごっこ。無理、却下。ひどい。これでよし。アーニャかっこいい。かっこいい、かっこいい。アーニャしょんぼり。学校行けなくなりそう。では、次のステージに進む。ライドマイドマイ。え、父親設定なの？アーニャ、学校も頑張る。あざざます。アーニャ、学校行くのやめる。の制服できた。バーン。アーニャの制服です。バーン。制服のアーニャです。バーン。全員にアーニャの可愛さ見せてきた。受ける。悪者。本当だった。必殺パンチボカン。何してるの？入学準備です。せい。なかなか見る目あるじゃない。ベッキーブラックベル。ゲップ。よろしく。一人で何とかせねばならん。おきどき。今こそ必殺のパンチを放つとき。いいですか、アーニャさん。感情に任せて力を振るうものは真の強者とは言えません。ちょっとした意地悪くらいなら笑って流せるのがかっこいいお姉さんですよ。お姉さん。それに笑顔でいれば喧嘩なんて。あ、大人。伸ばしたとこに偶然この人が。嘘つけ。なんてごまかせると思ってたの。あんや、学校下手くそでごめんなさい。いえ、責任は私に。ああ、それから学校でちゃんとダミアン君に謝るんだぞ。わかったか。うい、行ってきます。あんや頑張る。だからここの答えはこうなって、ここが分かるとこちらも同じやり方で答えが出る。じゃあいいか。いいわよ。いや、よくない。あ、チッチ。なんとかして謝罪の必要性を伝えねば。なんかすごいプレッシャー感じる。いきなり流す。ごめんなさい。あいや、本当はお前と仲良くしないでさ。ボンドマンのピストル何発のやつ？ん？あいつの銃の相談数は確か8発だな。8分の2。お、そうだ、正解だ。残弾数8分の2。よくそんな単語知ってるな。父と母イチャイチャしてない。もう遅いから無理せず寝ろ。あーにゃもおじいおでもこい。地球の終わり。おはえます。う、父今日はなんだか緑色。寝ぼけてないで顔洗ってこい。秘密警察って何？秘密と
警察。なんかワクワク。なんでアーニャ紹介しなかった。ワクワク返せ。そんなに会いたかったのか。父と母仲良くしないとダメ。お前こそクラスメートとちゃんと仲良くするんだぞ。うい。父、母、アーニャ帰還した。父と母仲良し。アーニャドッジボールでお星様つかむ。スターキャッチアーニャ頑張る。3回、4回。アーニャ明日スターキャッチする。ショットの名前も考えた。アーニャ星つかむ。必殺スターキャッチアーニャ。おいおい、しっかりしろ。おいアーニャ、今忙しい。アーニャ満点間違いなし、大丈夫。父っぽく言ってみた。ふっかっ。父、アーニャ頑張る。とりあえずこの縄ほどけ。あ、うん。ライトアーニャと呼べ。犬が欲しい。犬飼うと平和になる。平和？心の？遊びに連れてってくれる父も、父に優しい母も、とってもいい人です。アーニャんちはとっても普通だと思います。何やら説明臭いが、よしとしよう。心読むの難しい。お腹空いた。なんだお前。誘拐される。アーニャさん、何するんですか。わお。いや、アロロスお願いするます。む、気をつけろ。敵の罠が仕掛けられてるかもしれない。フォージャー家は事なきを得た。